おはようございますいやスペイン戦最高でした。来ました、カズオです。カズオさんでございます、はい、おめでとうございます。いやいや、もう最高の試合でした。もうサッカー見てて、はい、終わってもうこれはイモーニングスポーツに行かないといけないということなんですよね、うん、はい、この興奮冷めやらぬまま、まあ、3時ぐらいから今日目覚ましもしないのに勝手に起きて、あ、もうすごい、スタンバイして、もう子供の遠足バリーっすね。体がね覚えてるんですよ。カズオさん、正直言っていいですか、はい、うんうん、スペインっていう、うん、この、まあ、世界的にもクラスが上のスペインに、はい、うん、ごめんなさいね、勝てるかどうかっていう、そう、もう、あ、ちょっと無理じゃんねっては思ったんですよ、うん、もちろんね、サッカーの試合はやるまでは分からないっていうことなんですけど、うんうん、やっぱり分は悪いよね、まあ、2対8ぐらいで、はいはい、やっぱりスペインは強豪、うんうん、まあ、無敵艦隊と言われて、はいはい、前半のパス回しとか、うん、ボールのポゼッションというか、このボールどこが保持してるかっていうのは最終的に78対22ぐらいだったんですよ、はい、あ、そんなに。でパス数が1000本対200本ぐらい、パスの数5倍違う、ぐらい、本当にそれぐらい、もうスペインが完全にボールを支配してるんですよ、はいはいはい、でシュートの数も倍ぐらい変わったと思います。なのに今回の日本のこの勝利につながったっていうのは何がポイントですかね。もちろん後半に入って、うん、堂安選手と三笘選手が入って、はい、攻撃的に少し変えて、で、うんうん、そこにやっぱりドイツと同じようにスペインも少しついていけなかったと。今日実は朝方、はい、うん、加藤さんにメールしようかな、どうしようかなと思ったんですけど、うんうんうん、まあいっかと思ってたらやっぱり来たっていう、うん、そうですねもう誰からも何も連絡来ないけど勝手にね入ってきて、もう驚かせてしまった。いわゆるイモスポジャック、今ベスト16が出揃います、はい、これがなんと月曜日の深夜0時、マジっすか、月曜日から火曜日にかけての深夜0時、うん、なので、まあ、深夜0時だからそのままもう夜更かしして起きて火曜日は眠り目をこすりながら出勤しても、多分皆さん方の会社の上司は許してくれるでしょう分かんないですけど、あ、じゃあ今そのうちの代表も聞いてるので、ね、はい、もうぜひね、はい、これはね、もうそれを見ずして何を見るかっていうことです。なるほど、歴史が変わりますからあ、なるほど、そうなんですよ、目撃者になれと。もし、ね、この時見ないくて、もし仮に日本が負けたら、うん、皆さん方のせいですからね。なるほどと、なるほどと、はい、同じ気持ちで日本を応援しに行こうということです、はい、ブルーの、コスチューム、ブルーの何かを身につけて、うん、共に戦いましょう、サムライブルーを。かしこまりました。